勉強を嫌いにさせてんのは日本の教育のせいなんですよ。勉強に投資するっていうのは日本の中でパイを獲得するっていうかな。どうやって生き残るのかみたいなところはちょっとやっぱり日本は弱いですよね。小学高学年ぐらいからスタートアップ投資を授業で取り入れていけばいいと思います。これがだから日本としてはそういう発想があんまりない。富澤さんどうですか、これ小学校ぐらいからもうスタートアップ投資。多分本田さんが言わんとしてるところは、本田圭佑が本気出した時の身振り手振りの勢いすごい。出ましたね、今見ましたよ。日本でアントレプレナーシップ、いわば起業家精神をですね育てるにはどうすればいいのかということで、それを考えるエンジェルストークなんですけども、本田さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして為末大さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この2人にねアントレプレナーシップ聞くってことで、いやこれすごい番組になりそうなんですが、実はこのエンジェルスというのは本田圭佑さんがレギュラー出演している、はい、ピボットの映像コンテンツということで。そうなんですよ。これリアル投資ドキュメンタリー。そうなんです。どういう感じなんですか。昔マネの虎あったじゃないですか。はい、ありました、ね、あれの、まあ、スタートアップ版ですよね、うん、まあ、スタートアップ投資の、うん、まあ、プレゼンを、まあ、してもらって、それに対して投資するかしないかっていうのを決めるようなドキュメンタリーになってます。なるほど。そして、うん、で田辺さんも会社やってますし、まあちっちゃい会社やってますね、うん、はい、今日ね実は僕脳科学者としてとても楽しみにしてるのは、はい、やっぱりアスリート、お二人とも本当に世界的な成果を上げてるアスリートですけど、うん、アスリートの、まあ、脳の使い方とアントレプレナーシップつながるところがあるなと思ってまして、うんうん、僕実はね本田圭佑さんの恐ろしい目を見たことがあって。何ですか。ズームでね Now Voice っていう、はいはいはい、音声サービスのちょっと、まずねちょっと会議しましょうっつって、うん、まずびっくりしたのは、僕なんかいや Now Voice いいですよっつったら、森さんせっかくミーティングしてんだから、うん、Now Voice の悪いとこ言ってくださいって、うんうん、あれはいつもああいうふうに言うんですか。こう立場上、うん、いいこと言ってくれる人が周りに多いんで、うん、意識して調子乗りすぎないように、うん、で僕自身も調子乗るタイプなんで、うん、まあ、その実際こうビジネスを良くしていこうとか、うん、まあ、サッカーもそうですけど自分自身を良くしていこうってした時には、うん、まあ、本音を言ってくれっていう質問みたいなことは積極的にするようには心がけてるかもしれないです、うん、なるほど、はい、まあ、ということで今日は、はい、そのピボットと、で本田さんの YouTube のコラボということで、はい、これね今オントレプレナーシップってものすごく求められてるんですけど、お二人はそもそもそのアスリートとして、まあ、自分でやってきたわけじゃないですか。でその時になんかその例えばじゃあ本田さん、僕ちょっと前から来たかったんですけど、随分、はいはい、チーム渡り歩いて、はい、5大陸でクラブで得点上げて、はい、マッチも数限りなく出て、はい、ワールドカップのあれですよね、3大会連続得点とかしてて、はいはい、でもなんか所属チームとかどんどん自分で判断して移ったりしてましたけど、はいはい、ああいう時ってどうやって判断してるんですか。もともとはその僕は成り上がりたいっていう気持ちがすごく強かったので、うん、サッカーの、まあ、いわゆる頂点であるヨーロッパの、まあ、ビッグクラブに、うん、行きたいということであったり、そこで活躍したい、でもともと子どもの頃からの夢であったワールドカップで、まあ、優勝したいと、まあ、この辺が大枠の目標だったんですけど、まあ、移籍に関しては2つ多分軸があって、まあ、お金とキャリアじゃないですか、うん、まあ、そこはもうバランスですよね、うん、お金だけを取れば、すごいいいオファーもこれまでありましたし、中東とかですね、うん、中国とかですね、はい、でもそっちに流れる選手もいる中で、まあ、成り上がる分にはそっちに手を出しちゃいけない、でも当然ながらヨーロッパに残りながら少しでもお金をもらいたいっていうところで、まあ、いくつかあるオファーからまず選びますよね、うん、ただ大体ビッグクラブから来てお金が悪いなんてことはないので、うん、それはまあ大体両方ついてきますと、うん、それからは僕が AC ミラノとメキシコ行ってってこうそこからいろいろ転々としたんですけど、そこからは本当お金じゃなくてもう面白さですね、あとはどれだけ自由が許されるかなるほど、はい、やりたいように自分のやりたい感じがあるので、うん、まあ、サッカー面含めて、もういかにこのわがままな自分を受け入れてくれるかという条件をあらかじめ約束できたところに行くようにしてます。富澤さん今の話聞いてどうですか。いやいや面白いですね、うん、でもだから結局、まあ、サッカーがちょっと僕はあんま分からないですけど、能力開発っていうかね、自分の多分能力を開発していくところと、うん、まあ、好奇心と
でも比較的なんですか、よく分かって手慣れてるとこの方が評価してもらいやすかったりするんで、新しいとこ行くとちょっと分かんないじゃないですか、評価が。だからその加減ってすごい難しいなと思いながら、でも戦略的ですよね今伺って、うん。で一方為末さんは、為末さんのねキャリアの中でその中学の時に日本最高記録、日本一ですね。でだからそのまま100で行くこともできたんだけど、うん、ある時にその障害の方に切り替えるという決断したじゃないですか、はいはい、あれはどういう、まあ、ちょっと複雑なんですよハードルの方が 100m よりも、うん、なのでまだいろいろ攻めようがあるなと思ってて、 100m だけだとちょっとその時には結構ジャマイカの選手とかと一緒に競争したりしたので、はい、これはシャレにならないなと思って、うん、じゃあなんかこう何かでやれる余地があるところって何かなと思った時に、まあ 400m ハードルがたまたまあって、でそっちの方にやってみたらまあそんなに合わないこともないかなっていうのでそっちを選んだっていう順番ですね。これお二人はねまさにアスリートとしてグローバルなところで最高の成果出したわけじゃないですか。これどうなんですかね、そのまあアントレプレナーシップってことでビジネスっていう意味において今ドメスティックっていうかその日本のマーケットとねグローバルのマーケットってどれぐらいの割合っていうか、本田さんなんかそこら辺どう見てるんですか。なるほど、ね、ウィル・スミスとほら投資ファンドを作ったりしたじゃないですか。その僕も本当その分からないこと多いんですけど、うん、ただその投資は結構してるんで、うん、そのいい起業家を見る機会には、うん、結構恵まれてきてるんですけど、うん、まあ、その日本人として生まれ育ってで、アドバンテージがある部分は今のところあんまり起業家としてはそのアントレプレナーシップっていう点では使えないアドバンテージが日本人で生まれ育ったことによって、むしろネガティブな面の方がすごく表に出ちゃう、うん、それどういうところですか、うん、いやいっぱいありますよそんなの。それを言ったらもう小学校の学校、小学校の学校教育からね話さんとあかん、はい、日本の文化から話さんとあかんみたいなぐらい。これちょっとね本田さんのツイートを紹介したいんですけども、うん、そうそう、プロのアスリートがスタートアップ投資をやるのが当たり前って時代が来ればいいのに、うん、興味がないならやる必要はないけど今のアスリートのセカンドキャリアのことを考えると選択肢としてあることが重要で、この次ですよね、小学高学年ぐらいからスタートアップ投資を授業で取り入れていけばいいと思いますって、これがだから日本としてはそういう発想があんまりない。まあまあちょっと極端ですよね僕は思ったことをとりあえずその瞬間割と炎上してもいいやぐらいの感じでつぶやくんで、ちょっとこれ今自分も振り返ったらまあ極端な言い方してんなと思う。これ2000以上いいねがついてますけど、うん、はい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 、これでもね確かに今小学生とか中学生と喋ると将来の夢はって言うと公務員とかね、うん、意外と安定を求める子も意外と多くて、うん、それはそれでいいんでしょうけど、うん、これ逆に小学生の時の本田圭佑少年はどういう小学生だったんですか。サッカーとかスポーツが大好きでしたね。この時投資とかそういうことは、いや全然全然全然もうお金なんていうことに関心を持ったこともあんまほとんどなくて、勉強も僕はあまり好きじゃなかったんで、うん、成績も良くなかったし、 いつこの今みたいなアントレプレナーシップのマインドっていうのはできていった、うん、やっぱ世界にサッカーで行くことが多くなってですね、うん、その国の文化とか歴史を学ぶようになって、でその元々歴史も好きだったので、そこから歴史からどっちかって言ったらキャピタリズムの方に興味が湧いてったっていう感じなんです、ね、うん、これオランダに移籍した時いきなりオランダ語で挨拶したりしたじゃないですか、はいはいはい、でやっぱりすごい勉強家なんですよきっとね。そんなことはないんですよじゃあなんでそんなことなんか自分が夢中になったことに対する探求心はあるんですけど、それ以外に対しては本当ひどくてですね、もう人が言ったことも全然覚えていないですし、関心のないことも一切記憶として入ってこないぐらい、もう偏ってますだから、もうでもそれもしかも飽き性なんで、グッと言って勉強したかと思ったら僕の周りの人が巻き込まれていろいろ調べてるのに気づいた時には僕が飽きてるっていう今はオランダ語喋ります。大体3人一緒かもしれないいやでもなんかその男性さんとかすごくこう、うん、その人の体のところとかずっとこう、まあ、走る哲学者って言われてそうそう深掘ってたりとかする面ではなんかずっとそこを追求してらっしゃるイメージがあるから。イメージはね、うん、富澤さんどうですかこれ。小学校ぐらいからもうスタートアップ投資授業でやったらいいんじゃないかと、うん、いやでも多分本田さんが言わんとしてるところはこれは勝てるか勝てないかっていうのをすごいシビアに見るんじゃないかと思うんですよ。パッと世界に出てた時にこれでかすぎて絶対無理だとかすごい速いやつがいるとか
これが勝てないって、で自分は何なんだろうとか思って、あの なんていうんですかね、勝てるポジションをすごい探しに行くんですよ。これ、まあ、事実としてはね、あの世界選手権で日本人初、陸上の短距離種目としては初ですよね、あの、まあ、そうですね、銅メダルを取られたってこと、ですから、あの例えば 100m 続けたら国内ではそれなりのポジションいけたかもしれないし、そこそこの、うん、やっぱりでも最初からやっぱりグローバルに成果を上げるってことを考えなくちゃいけない時代なんですかね。まあ、その時悩んだんです。 100m 好きだったんで、はい、でもまあ好きなことより世界の上に行けそうなことなんだろうと思ってハードルをその時には選んだんですけど、でもそう考えるとなんか日本一になるっていう時の選び方と世界で上の方だとシビアさがやっぱ違うじゃないですか、ね、まあ、大体行こうと思うところにもうなんかすごい人がいるんで、うん、そうするとどん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 道が狭くなって、まあ、陸上からだとハードルしかなかった。あと三段跳びっていうのを考えたんですけど、三段跳び三段跳びはなるほど、あのデータ見ると時々すごい低調な年があるんですよ。 その時にたまたま飛ぶと記録の揺れが激しいんですよね。まあでもなんかそれもね、ずっと待ち構える、頼むと待ち構えるみたいな感じなんでハードルにして。でもこれいい話ですよ。だからサッカーで言ったら、うん、例えばじゃあ、まあ日本国内でね、そういうあのいいとこ行くっていうんじゃなくて、うん、もうやっぱり最初からそれこそセリエ A で AC ミランみたいなとこで、うん、やろうって思ってたわけでしょ。小学校の頃から思ってた、あの目標がってことですか、うん、思ってましたよ、うん、それはでも根拠はないですよね。だからまあ子供の夢みたいなもんですよね。でそこからこう谷生さんのように僕の特徴と周りの外部的環境に比べて、うん、僕もすごくその今刺さったのがそのやっぱりフォワードで僕もいられるならやりたかったんですよ、うんうん、あのブラジル代表のロナウドがすごく大好きで、はいはい、小さい頃めちゃめちゃ好きだったんです、うん、でもちょっと大きくなって好きになったのがジダンに変わったんですよ、うん、だからやっぱりそのちょっとロナウドこれは無理やな、ね、でもジダンも とてもじゃないんですけど、うん、でもなんかやっぱりそのただスピードとか身体能力に特化しなくて、うん、やっぱ判断とかいろんな複雑性で勝負してるのがジダンだったんで、なるほど、まあ、それの頂点だったら目指す価値あるんじゃないかって言ってポジションを一個下げたんですよね、うん、だから その点、まあ、それ自分で判断したんですか。それもちろんですよ、うん、すごいね。やっぱりコーチに言われたんじゃなくて言われる前に、うん、あのやっぱ自分でやっぱなんとなく感覚ですよね、ポジショニングですよね、うんうん、やっぱそのねジャマイカ人とまっすぐ 100m だけで勝負するよりやっぱちょっと複雑性があった方が勝ってる可能性が上がるんじゃないかっていう理屈で僕も一個ポジションを下げて、うん、でもともとパスをもらう側だけじゃなくてパスを出すっていうことにも自分の特徴の強みを感じていたので、うん、両方活かせるんじゃないかっていうので、うん、なるほどね、そうするとさこの、小学校学年ぐらいからスタートアップ投資を授業で取り入れてって、これ実は自分自身がスタートアップみたいなもんだって考えればいいのかな、小学生な、うん、あとなんか、まあ、多分何に向いてるのかとかさ、そうですね、あと世の中はどんな風になりそうか、そうするとどんなことが起きそうかとか多分そういうことも考えるじゃないですか。 そうだね、うん、それですよねきっとね、ここに興味を持って入っていった時にで日本が持ってるもんなんだろう、足りないのはなんだなんとかな、そういうことを考えていく入り口としてはすごい確かに。あの本田さんがさっきほら勉強あんまり好きじゃなかったとか言ってたけど、うん、でも勉強に投資するっていうのは結局日本の場合にはなんかその日本の中でパイを獲得するっていうかな、例えば日本の中でいい企業に入るとか、うん、そういうことだから必ずしもそれグローバルを見たスタートアップ投資としてはしょぼいってこともあるよね、うん、日本のその勉強をやるっていうのはね。 なんか田口さん勉強小さい頃から好きでした。僕は大嫌いですね、ほとんど同じ感じだと思います、はい、算数、うん、数学8点とかそういう感じです。いやなんか、ええ、あの僕も今になって好きになったんで、うん、これ高校がなんか日本の教育の本質だと思っていまして、うん、ええ、好きになった理由は何、うん、やっぱり必要だと思った。いやというよりも勉強って楽しいもんじゃないですか。そうそうそう、あ本来ね。でも、うん、勉強を嫌いにさせてんのは日本の教育のせいなんですよ、うん、意味も分からず漢字ドリル渡して、うん、やれって、ね、いや漢字ドリルあれおかしいんですよ同じ漢字何回も書くんですよでも科学的に分かってんですよ、割と同じ単語を毎日見てる方が1個見てる方が覚えていくわけじゃないですか、うん、だから割と浅く大量の単語に出会ってる方が英単語だと覚えるわけですよ、うんうん、それなのになんかこう我が一つの単語を何々ってやっても別にもう1週間後は忘れてるわけですよ、うんうん、それであれば絶対この漢字ドリル間違ってるのにまだ未だに形変えてないわけですよね、まあ、科学的ではないんだね。しかも何を鍛えてるか、うん、子供のメンタルを鍛えて、それだったら漢字を覚えるの練習じゃないと嫌なことをやらせる方宿題であるって言ってくれたら僕親としてめっちゃ納得感あるんですよ、うんうんうん、それなのに漢字を覚えるためにって言ってこの漢字取りで渡されるから納得感いかないし、子供も嫌がってるし、誰にとって何のメリットがあるのか分かんないですよ、うん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 、そこじゃないですか。いやいやさっきの話じゃないですけど、スタートアップ投資は
それやったら、うん、なんかそのお金のことをちょっと勉強させてですね、今世の中ってこんなんだよと、うんうん、でなんで君たちがいるかって、先人がいて日本が戦争してこんな風になって、なんか日本今すごくなって、なんか今日本では平和で戦争もなく、なんかロシアとウクライナは戦争してるけど、今日本のみんながこんな風に楽しく生きられてるのはこんな感じであるからだよと、でそれをひっくり見ながら経済がどういう風に回ってるのかみたいな、お金も交えながら話しながら、あ、世の中には会社っていうものがあるんだみたいな、でみんながやってるゲームっていうのはね、任天堂っていう会社がねみたいなところから、あ、そうなんだって言ったら、みんなもうみんな任天堂を調べ始めて、まずじゃあ今日もう学校の第一校目はもう任天堂から紐解こうみたいなじゃあそうなんだ、ゲームみんな楽しいでしょ、じゃあそっから、じゃあでも任天堂になる前、あ、これほどの会社になるには一からがあるんだよと、花札作ってたとかな、そういきなりね資本政策みたいなことやらなあかんねんぞって、一人の男が立ち上がって作るところから始まるんだよ、君の人生さあどうするみたいな話が、多分今僕と為末さんが言ったもう競技を見極めて、陸上とサッカーっていう世界ですけど、人生っていうわけで見たら、じゃあお前どういうキャリア歩むねんっていう話かなっていう、うんうんうん、いや今でもさ、本田圭佑が本気出した時のこのなんか身振り手振りの勢いすごい、出ましたね、今見ましたよ、ついにこれを試合の時ピッチの上でやってたんだなと思って、いやすいません、周りでなくなるんで、いやこの気合の入り方すごい、今良かったよね、いや素晴らしい、やっぱりだから、あの一つ、まあでもいろんな国に行かれて、うん、特にヨーロッパじゃないとこも行ってるわけじゃないですか、アメリカ、ヨーロッパ、そうすると、うん、なんか安全自体がそんなにちゃんと担保されてなかったりするんですよというかね、で、うん、まず生き残るがあって、うん、勝利があってっていう、なんかこのどうやって生き残るのかみたいなところは、ちょっとやっぱり日本は、まあ、サバイバルな、うん、弱いですよね、で生き残るためにずっと先を考えて、自分が立ってるこの基盤がそもそもなくなっちゃうかもしれないっていう感じもあんまないじゃないです か、うん、だから中国の人の方が意外とそこで見てるね、ありますね、うん、だから自分がいつかやっぱりちょっと脱出プランとかやっぱりちょっと考えてますもんね、中国人ストラテジーね、ところでそのリスクっていうことによるとね、為末さんのツイートです、リスクを取れるという成功した企業家の子供が医者や弁護士になる確率が高いというのは何とも示唆的だなと思って、これはちょっとどういう趣旨ですか、これも僕のいわゆるもう皮肉屋の癖が出てて、うん、他の本で読んだ時に、まあ、大きなデータで言うと、うん、そのミリオネアになった人の子供はこういう医者とか弁護士になる確率が高い、まあ、これ固い職業っていうかね、で2つのそういった側面があると思って、1個は大変なんですよ、やっぱりそこを切り開いていくっていうこと、企業家ね、あと親父、うん、その姿を見てるんだ、でそれを教育で教えることがとっても難しいんだろうなと思うんです、うんうん、まあ、僕はできると思ってるんだけど、でもなかなか大変なんだ、うんうん、でもう1点は資産を築いた後は回すことの、いわゆるあのピケティじゃないんだけど、うん、それを回すことで得られる利益が大きいんで、ね、そうですね、だからその要するに資本家側になったような職業だとこの2つなのかなっていう、そういう、なるほど、これ本田さんどう思います？いやすごいわかります、うん、なんか僕自身も心当たりあるし、うん、周りの金持ちを見てても、うん、起業家で成功した、うん、切り開くのが難しいっていうことが理由なのか分かんないですけど、子供に甘いですよね金持ちになると、うん、子供に甘い親多いでしょ、はめちゃ多いです、ね、まず金も残しますし、最終的に、でそのためのもう法律ハック、相続税の法律ハックガンガン一生懸命時間使うでしょ、うんうん、結果的には環境なんでしょうね、多分、うん、ハングリー精神が求められるんで、まず難しいで、そもそもある程度もう金持ってハングリーじゃなくなって、もう家族全体でハングリーである必要もそこまでないので、うん、子供に好かれたいですし、あんまりガツガツ本当に子供のために必要な本音を言う親がどんどん減ってるし、逆に僕聞きたいのは、本田さんみたいに成功しちゃった人がハングリーであり続けるっていうのはどうすればいいの？目標でも、目標じゃないですかね、僕はそのサッカーでのもう肩書きはもう道具でしかないと思ってるので、うん、そのツールとして使わさせてもらいますけど、今は僕が成したいことって、その指導者としてとか起業家として、投資家として、うん、その分野で勝つことなので、うん、ステージが1章から2章に変わっただけっていう感覚ですよね、うん、ワールドカップ3大会目の後にほらもう俺はあの代表目指さないって言ったじゃないですか、はいはい、あれはもうあの時点で決めたんですか？選手としてあのワールドカップで
優勝を目指すということはまあちょっと難しいと判断して、もうそこに関してはもう区切りをつけて、今度は指導者としてワールドカップを目指したいということと、ビジネスに切り替えたいということ。そうするとそのいわゆるね、あのこれ為末さんもよく言ってる、あのアスリートのセカンドキャリアっていうことで、これお二人だから非常にうまく転換できたと思うんですけど、この転換できない場合もあるじゃないですか。そので、はいはいはい、何なんですかその鍵は。これがピボットっていうか、その方向転換って意味においてはすごく重要なところだと思うんだけど、でも転換できたっていう認識は別にないですよ。ないんですか。あの転換を一生懸命やるっていうことはもちろんですけど、で今も最中ですし、でもっと前からいろいろセカンドキャリアのことを考えてましたし、だからできない人の方が多いんですけど、やってないですもんね。それはできないですよね。まあ、これあのちょっと改めてその、ね、あの視聴者の方にピボットって、あの要するにあのバスケットの時とかピッカキュってあの、あの足を軸にしてこうやって回転するというか、だから今時代の変化が激しいんで、我々のキャリアとかその人生の目標もそうやってピボットして変えていかなくちゃいけないっていうようなことなんだと思うんですけど、為末さんはピボットっていうかね、まあ、何回か経験してると思うんですけど、その100から障害にハードルいったのもそうだけど、ピボットできる脳ってのはどういう脳なのかな。でもなんか僕はやっぱ今日本田さんに興味持ってきていて話聞いていったら、やっぱりこれはダメだなって踏ん切ったらそれをスパッと捨てられるかどうかって最後まで可能性はあるじゃないですか。ゼロにならないから、いやでも本田さんまだきっとチャンスありますよという人も周りにいる中で、いやだからずっと可能性はあるんだけど、どれにかけますかみたいなことをやっていくんだと思うんですけど、まあ、結構選手の時の感覚って長いんで、僕も25年ぐらいそこに一点張りしてるんで、なんか次に張る感覚はあんまないのと、もう一個は自分の興味をこう抽象度上げてみると、まあスポーツだったんだけどその奥にあったものっていうのは、まあ僕は新しいこと好奇心だったんですけど、まあそれを考えるとこっちでも同じことができるかもしれないっていうふうに、なんか一回上げて降りてくるみたいなのが、なるほど、苦手な人は多いような、まあそういう競技は長すぎるかもしれないですけど、どのあたりどうですか。でもサッカーなんで、で陸上やってるとこう一種目でずっと長いことやらないといけないじゃないですか。そうです、ね、でもトレーニングまで落とし込むと毎日ピボットだらけじゃないですか。まあまあそうですね、じゃないですか。なのでそのなんかアスリートの体質を見ても、じゃあサッカー選手10人陸上選手10人見てて、それぞれのトレーニングをじゃ仮に5年とか10年のキャリアで見たときに、多分僕の感覚じゃないですけど、あこいつは多分やめてもやばいやつやなとか、要するにセカンドキャリア歩めへんやつやなみたいなとか、サッカーでもやっぱなんかそのあります。やっぱそれはやっぱり考えてる考えてない、そのサッカーをやめるわけにいかないじゃないですか、陸上をやめるわけにはいかないわけで、だからそれはもうその後ちょっとうまくいかなくて負けてもあと5年10年やっぱやるわけじゃないですか、でもそのうまくいかなかった時のポジショニングの見極め方みたいなものは、次じゃあどうするのか、じゃあ怪我した後次どうするのかとか、じゃあ今度試合負けた時次どういうふうに方向転換していくのか、これまでの 2,3 ヶ月の歩みはこんな感じだったけど、次の 2,3 ヶ月はこんぐらい一気に変えるってなったら、これまでのトレーナーとの、まあ、もう話 もうマネジメント全部今ひっくり返すのか、それとも一回みんなチーム解体してもう一回作り直すのか、いろんなことをもう全部考えるってわけじゃないですか。あのってことは現役時代からもうピボットし続けてるってこと。いややってると思います。すごいやってると思いますよ。あの AC ミランの時に監督どんどん変わったりしたじゃないですか、あの時もやっぱりあれですか、選手としてはピボット。いやいやもうピボットだらけですよ、ね、もうミランのピボット具合がすごかったですよ。例えばどういう。いやようやく優勝したんですよ。知ってますよ。もちろんもちろんもちろん。ようやく優勝したんですよ、久しぶりに。いやいやどういうピボットって、あのだ監督変わった時とか、これ起用法とかポジションも変わったりするじゃないですか。そのそうか、強制的に変わるんですよね。あれどういうどうするんですか。いやめちゃめちゃですよ。だから他方なんか僕の監督がバンバン変わったり、めちゃめちゃなそのオーナーの元選手が大変な思いしてる、それしてそれで叩かれるのは毎回新聞で選手たちでその内情を理解してる冷静なファンっていうのはいないわけで、もう言い訳も選手できないですから、どんな状況であれ結果を出すのはピッチになってる選手だっていうぐらいの覚悟でやらんとダメなわけですよね。これなことをやってる時に日本のニュース見たら、もうしょうもないレベルでもう政治家に文句言うわ、会社に文句言うわ、もうお前らほんまもう平和ボケもええとこやなっていう風なのはずっと見てますよね。本田さんおもろい、ね、ちょっと先発出場の時もあるんですけど、途中の時もあるじゃないですか。ああいう時ってどうやってコンディション作り変えるんですか。だからいやもうでもそれも悔しいですけどもね、あの仕方ないですよね。もうだから唯一その状況打開できるのは、試合にちょっとでも出させてもらえるんであれば、その時をイメージしながら、まあ結果出す、あのそうですね、イメージトレーニングしながら準備するってことと、当然ながらまた次の試合で
この試合で出れなくてもまた次の練習から1週間調整ですからそこで練習でアピールするっていうことのやれることをやるだけですよね。徳田さん、本田さん今ほらもう完全に投資家っていうかトップのねイメージ強いけど、この番組見てる人って意外とほら会社員とかいるからきっと、上司がどんどん来てなんか勝手なこと言ってっていうことに対応するマインドの強さっていうのは本田さんから学べるってことなんです。僕はそうですよ、僕はずっと部下だったんでね。そうなんですよ、そこはね、陸上と全然違うんですよ。陸上はないのか。陸上ないです、ないのか。今日聞いて今すごいそれ思いました。そうか、サッカーはそれがあるんだよね。そう、サッカーは会社組織みたいな感じです。はい、それどう思いました今聞いてて。この自由、わかんないじゃない、自由な本田さんが。まあでもだからどういう環境であれ何とかするしかないってマインドですよね。要するに割り切ってました、僕もミーティング時間をめっちゃ毎回なんでその時間やねんと思ってましたもん。監督とかが好きな時間にミーティングするわけですよ、いやなんでこの時間にやんねんみたいな思うようなこととか日常茶飯事でした、でもそれ仕方がないからまあ、ミーティングが長いとか、もうほんましんどかったところで、なんかね、そのポジティブシンキング、今の聞いても本当ポジティブシンキングだと思うんですけど、その、本田さんのですね、ポジティブシンキングですごくいいなと思うツイートがこちらなんですけど、ミスをするなといえば高確率でミスをするように人間の脳はできてると。ミスを意識させるのではなくて、どうやったらうまくできるかを意識させることができればおのずとミスは減ると。これを理解している、指導者が世界にはどれほど少ないかと。これ実際そういうことあったんですか、ミスをするなって。いやいや、日本じゃないですかこれ。日本はみんなそういうふうに言う傾向がある。日本ですよね、日本、まあそうやね、日本文化ですよね。でもまあこれはね、茂木さんや旅瀬さんの方が僕よりも詳しいと思うんですけど、そのやっぱり人間の脳ってね、何々したらあかんとかなったら当然ながら意識するわけで、その意識が生み出す効果っていうのはやっぱり人間が思ってる以上に、人間自身がコントロールできないぐらい大きなものかなと思ってるので、言霊としてやっぱ出すに頭にこう入ってくるっていうのは、すごくこう余計ミスが生み出されるよねっていうのが、この一応ツイートの意味ではあってですね、いかにね、そこをリラックスした方がやっぱり意外にパフォーマンス出せるっていうのは、余計なことを考えさせない、楽しいことを思い出す、いいイメージを作るっていう、結局 脳に対する刺激の考え方なのかなと僕は思ってはいるんですけどね。本田さんはさ、フィジカルも強かったけど、僕はやっぱり脳科学者としていろんなアスリートの方を観察してると、やっぱりすごく上に行く人ってメンタル強いですよね。だ、絶対本田さんもメンタル強いと思うんだけど。メンタル強いっていう言葉は僕は信用してなくて。何なんですか、じゃあ本田さん的に言うと。自立できてるようでできてない人間がこの日本にどんだけおんねん。でもサッカー界でもじゃあ自立できてない人いるってことですか。いますね。アスリートの極度に集中したフローとかゾーン、だゴール取る瞬間とかですよね、スピードがなんか遅くなってる気がするんですよね。それは何回ぐらいありました。今思い描いてるのもワンシーンだけなんで。それどの試合。